皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はトレーニングの解説動画ということでヒップスラストの解説をしていきます。特に女性に、ね、人気の種目なんですけども、お尻を中心に、まあ、ももの裏側、ハムストリングを鍛えるトレーニングですので、ぜひ、ね、やり方を覚えていただければと思います。でやり方としては、まあ、パワーラックでやる方法が一般的かなと思いますので、その方法を解説していきますけども、パワーラックのセーフティー一番下に設定していただいて、バーを置きます。バーが、ね、お腹の上に乗ってくると痛いので、こういうパッドを巻いていただいて座ります。で自分のお腹のところまでバーを持ってきていただいて、だいたい足幅は、まあ、腰幅から肩幅ぐらいにしていただいて、まあ、つま先はまっすぐ正面に向けておくのが基本です。そして肩の肩甲骨の一番下のところがベンチに乗るぐらいのところにしっかりもたれかかっていただいて、バーの上に手を置いて、バーを支えます。そしてグッと持ち上げたところからスタートします。下ろして上げる、下ろして上げる、下ろして上げるという形で、やっていきます。で、お尻とかハムストリングに効かせるコツとしては、ちょっと気持ちですね、足を前面に置いていただいて、つま先を上げておきます。そしてかかとをですね、こっちにグッと持ってくる力で上げてあげるというイメージを持って動作をしていただくと、よりですねお尻とかハムストリングを使いやすくなります。そしてよくあるミスとしては、腰が反ってしまう、女性にありがちなんですけども、反り腰のまま腰を反ったまま上げてしまうとお尻に効かないので、しっかりお腹の力、腹筋にグッと力を入れて腰がまっすぐになるように上げていくようにしてください。はい、今回は、ヒップスラストのやり方を解説させていただきました。他にも知りたいことがあればコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。